性別思い込みあるある丸2うえー男のくせに泣くなよ。ちょっと待って、なぜそう思うの？男は強い？心も傷つかない？泣いていいのは女の子だけ？泣くのはかっこ悪いこと？それって思い込みじゃない？泣きたい気持ちに性別は関係ない。悲しい気持ちや辛い気持ちを出すの OK、 出していこう。悲しい気持ちや辛い気持ちを我慢するのは強さじゃない。辛い時は辛いと言っていいんだよ。ちゃんと自分の気持ちの面倒を見てあげてね。助けを呼ぶことやしんどいっていうことは弱いことなんかじゃない。一人で我慢せず話を聞いてくれる人を探そうね。誰かが泣いてたらどうしたのか聞いてあげてね。困った時はお互い様。聞いてもらうとちょっと楽になるよ。つまり誰でも泣いて OK。 泣いたらすっきりするよ。